どうも皆さんこんにちは、キョキョです。ですね、ただいま、クラッシュオブクラン公式さんのですね、ツイッター本当に今です、2月20日の10時3分にツイートされましたアップデートプレビューレベル13の大砲が登場ということで、いやーやばい、なんだこれ、このなんか、なんつうんだ、あの巨大クロスボウレベル4みたいな感じの溶岩の爪と、もうなんだこれはということでですね、アップデートプレビュー、これからどんどんですね、公式ツイッターさんの方で、アップデートプレビューがこうどんどん更新されていって、アップデートプレビューが終了次第、アップデートに移るんですけれども、このようにですね、クラッシュオブクラン公式さんが、ツイッターでどんどんですね、アップデートプレビューをしていくので、ぜひともですね、公式さんのツイッターをフォローして最新情報をゲットしてみてください。まあね、おそらくまあ普通のアーミーキャンプとかも、レベル13が追加された際にターンホール10からだったので、まあ、今回もターンホール10かなと思います。これはね、もう本当確かな情報なので、皆さん信じてもらって結構です。まあねいやなんか、まあ、ちょっとターンホール10楽しみですね。ということで、アップデートプレビューでした。もう私このようにして速報で、出しつつ、また実況の方も出していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。